ヤホーこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はルセラちゃんですね、スマートという楽曲、オフィシャル MV から出ておりました。早速皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらはアルバムの中の楽曲ですね。ちょっとこうあれかな、南国な感じというかね、はい、あのそういうちょっと特徴的なあの楽曲、わかりやすく特徴的な楽曲だった気がするんですけれども、改めてねちょっと聞いていきたいと思います。最初イヤホンさせてもらうのと、映像見にくくなってると思うんですけど、よかったら皆さんもね別の機械とか開いていただいて、同時に再生ボタンを押していただけたらなと思います。それではカウントを入れていきます。 3、2、1。ちょっと地味なホユンジン。どういうこと？足長。特徴的ですね。あら、強いね、やっぱ歌詞はね。そこはもう変わらないね、曲調が変わっても。やっぱカズハちゃん歌いいよね。かわいい振り付け。ふうふう。ライオン。ふういっぱいいる人が、やば。これはでも、みんな踊りたくなっちゃうんじゃない？いい曲、改めて聞いたけど。いい曲やね。足長。そう、大事ね。どういうこと？どういうこと？なんでそんなゴミ捨てるのに自信満々なの？クレイジーって書いてあるね。ルセラフェム。はい、ということでございますね。いやー、ちょっと音出していこうかな。聞くたびにね、確かになんかこの曲気になるなと思ったんだけど、やっぱ改めていい曲だね、すごいね。楽曲の中では私やっぱりあのスワンソング、イージーあたりが結構ドンピシャの好きだったんですけれども、スマートが次に好きかな。私的にはスマートが次に好きかなっていう位置づけかな、今のところ。いいね、この感じね。でやっぱ歌詞はもうほんとルセラフィムだね。日本語歌詞今見たんですけど、変わらない軸がありますよね、そこにはっていうね。なんかこの感じがよく見えるんじゃないかなっていうところで、この感じよね。なんかその、南国のって言いましたけど、ちょっとこうトロピカルな印象を受けてるんですけどね。お衣装もトロピカルですしね。この腰のね、このダンスの
動きとかもそうですけど、ちょっとこうセクシーですよね。うん、そうね、この腰で踊っていく感じとかね。エキゾチックな感じですよね。すごくいい歌はね、結構さらっと皆さん歌っている中で、まあちょっと聞こえてくる素敵なニュアンスっていうところが、まあ、ベースにはなってくるかな。そんななんかいろいろなんかなんていうの、技術がブワーって詰まってるかって言われるとそんなこともないんじゃないかなって、割とさらっと歌われてるんじゃないかなっていう感じですね。ナビガで、ここのガの音で、まあちょっと上から撮ったよねとか、うん、そういうニュアンスぐらいかな。ここら辺のちょっとカクンとするようなニュアンスっていうのは、この加工感がねだいぶ入ってるので、そこのこのオートチューンのかかり の強弱だったりとかもあると思うんですけど、ちょっとそのあたりでちょっとカクカクして聞こえてくるかなっていう感じ。まあハイブっぽいですよね。シュガー、ここちょっとカズハちゃんがねめっちゃ素敵なんだよな。なんか前までね、やっぱりカズハちゃんの歌唱ってちょっと力をこう込めて歌ってたっていうか、まあ求められてたりもしたんだろうな、そういう音をねっていうのもあるから、なんか一概にそのなんていうの、一部だけを見てカズハちゃんの歌のレベルを測ることは全くできないんですけれども、改めてこういうちょっと力を抜けた感じっていうか、うん、ちょっとラフに歌うけどちょっと技術必要だよねぐらいのこの感じになってきた時のカズハちゃんの声の映え方が結構私はエグいなと思ってて、そうなんだよね、カズハちゃんの歌めっちゃいいんですよね。ナチュリガーチ、ここのナチュリー、こんな感じですね。脳の音で潰してますよねこれね。うん、シュガー、この細かな音取りっていうのがね、ちょっと出てきてますね。ここのさ、シッ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 シがさ、日本語とこの韓国語で意味が一緒なのかな？これすごいいいね。ここめちゃくちゃ気持ちいいし、なんか歌いたくなるよね、こういうのね。ここのねの音、エッジボイス、カズハちゃん。うん、気持ちいいね。テケチチ、こう音を落とすんだね、2つでね。うん、See me、 なんかこうやって後ろ多分持ち上げてるんだろうな。ないし、なんか難しそうじゃないですけどね、ホユンジンぐらいだったらまあまあ余裕かな。基本的にそんなにこう緊張感がある曲ではないかなっていう感じですね。なんかむしろ、うん、一緒にこうね体を動かしてなんか乗ってこうよぐらいなニュアンスの曲だよね。まあその意味的なところはもうちょっと違ったりとかするけど、曲の雰囲気感とか振り付けの感じとかもやっぱりちょっとそういう乗ってこう感がすごいっていうか、始終ね気持ちよさそうなんですよね。ハンナイ、ここのハンナイじゃなくてハンナイですね、 N が入ってくる。タオプジダウンドジャンダウンドジャン、このなんかちょっと浮遊する感じっていうのもテストとしては入ってるんじゃないかな。結構ドゥエドゥエ、結構このドゥエっていう発音自体の持ってるこの音の動きもあると思うから、そこも相まってドゥエガジみたいな感じ、ちょっと下からヌメッと出てくるようなそういう音になってますね。素敵すぎないみたいな、ここはちょっとあえて切るようなニュアンスですよね。テンション感としては割と抜けてるんだけれども、力抜けてるんだけれども、音の切れ感みたいなところで遊んでいくようなニュアンス。この上に浮上するような音がね、音が浮きますよね。この感じもいやなんかセクシーですよね本当に。このプランで、ジボイスが乗ってくる感じとか美味しいですね。ここカズハちゃん、
うん、このアッチーのアーのとこでも乗ってきますよね。あ、カズハちゃんやっぱね、エッジ乗りやすいよねっていう感じがしているので、うん、なんかこの辺りの音は、まあ、まあそんなに本人も入れようと思って入れなくても多分入りそうな感じはするんだけど、どうなんだろう実際は。うん、すごくない、こういう細かい音も撮っちゃうのみたいな。まあもちろんオートチューンかかってるんですけど、どんなクオリティでレコーディングされてたのかちょっと気になるけどね。すごい、このボディコントロールがやっぱすごいね。もうなんか混乱しそう私なんかこんなカパカパやってたら混乱しそう。うん、こんなリズムに乗せれないマジで体の動き。いやほんとすごいよ、なんかマジでダンスかっこいいよな、踊れたらね。このうんちちゃん好きなんだよね。ここのテゲッチーって言ってるところめっちゃ好きなんだよね。めっちゃ好きって、まあ、ここがピークで好きなんだけど、他もめっちゃ好きで、このパートがね結構うんちちゃんのいい音が聞こえてくるな。やっぱやってるねこれ。みみみみみってちょっと上げてるね。 See ってこうやってお尻の方を。美しきなんだよなマジで。美しいんですよ本当に。え、うんちちゃんってメガネかけてたの？お前全然気づいてなかったわ。見て綺麗じゃないっていう、この逆光のルセラフィムも綺麗じゃないって話。またライトのこのオレンジが美しいですよね。すごいなんか夕日感っていうかね、うん、なんか海が見えないのに見える気がするっていうなんかこのトロピカルな音楽に乗せて海も見えそうなぐらいのね、この感じね、うん、私ここの振り付け超好き。待って、さくらちゃんもメガネかけてるじゃん、すごっ。もうこれかける人間違えたらマジでおじさんになるメガネなんだよね本当に。もう美女良くないと無理なやつない。私がかけたらマジさ、なんかね、ほんとおじさんになるみたいなさ、どうしたみたいな感じのメガネなんですよね。やっぱ強いわー、こういうの似合うのって。うーん、すごいね。これこれ好き、大好き。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。このこれこれみんなやりたくないんじゃない？え、これなんか TikTok で踊ってる皆さんが見えますよっていう話なんですよねこれね。さくらちゃんの優しき、優しくてちょっと明るくて可愛いっていう感じのこの音がね、またいいですよね。いやマジこれ誰、カズハちゃん、いやカズハちゃんがマジでいいんだよね今回。カズハちゃん歌やばいなって、なんかちょっと上手くなってないみたいな感じで思った人たちいっぱいいるんじゃないかな。この腰、みんな後ろで腰すごいんだけど、結構セクシーですよ本当に。いいねカズハちゃん、どうする、みんなちょっとカズハちゃんの魅力にメロメロなんじゃない。普通になんかアクロバットな動きが入ってきても全然崩れないし、力加減もね、力加減も崩れてなくて冷静に歌ってる感もあっていいね。ライブでもまあまあその音のブレはあったとしても、この辺りのなんだろう動きとか見えたら、あ本当にやばいなってちょっと確信しちゃうかもって感じ、うん、でもレコーディング映像見せてほしいよね。なんかルセラちゃんってあんまりレック映像って出さない印象がある。なんかこの前ドキュメンタリーかなんかでちょっと見たぐらいで、一回も出してないですよねレコーディングの映像って。そのあたりどうなんだ、ブランディング的にやっぱりそういう努力してる姿は見せないみたいな感じなのかな。なんか思い悩んでる姿は見せませんっていう、そういうコンセプトなのかなもしかしたら。欲しいけどね、見たいけどな。まあでもコンセプトならしょうがないよねっていう、まあ確かにそれはあるよね。あのチームのコンセプトによってはやっぱそういうのを出すべきではないっていうパターンも確かにあるかと思って。結構だってあのレコーディングの映像って、まあさすがだなって思うこともあれば、やっぱそうだよなとか、めちゃくちゃむずいよなっていう
シーンだったりあるじゃないですか。そういう本人がこう思い悩んでたりとか、やっぱそこ時間かかってたんだとか、そうだからなんかそのあたりがやっぱ見せちゃうと、ルセラのこのもうなんか最強な私たちみたいな、そういうこうニュアンスがやっぱりこうブランディングとしては崩れちゃうっていうのはあるんだろうなぁと思うと、見れないんだろうなぁって思っちゃって、ちょっと寂しくなるっていうね。まあそれこそちょっとソロ楽曲とか、ホユンジンちゃんのソロでレコーディング映像とか、チェオンちゃんの、まあ、レコーディング映像とか、なんかソロ曲でなんか出てくれたらいいかもね。グループとしてはあれだけどっていう。ちょっと気になるんだよね。すごいなんか、結構生の音が聞こえるっていうのもあって、すごく見たいですね、私は。この高い音も、これ誰だ、チェボンちゃんあたりかな、聞こえますけどね。この人数が何人いるのってね、何人いらっしゃるのみたいな、もうハイブのこの人員の多さもう何人使うんですかっていう、ここのなんか人材確保能力みたいなさまああとはそこにお金をかけられるだけの財力ってところがあるんですけど人数多いよな。しかもこれサブの MV だからね、なんかタイトル曲の MV とかじゃないからね。ねえ、このホユンジンとチェヨンちゃんのこのお顔がいいんです。楽しそうなんだよなこの曲ね。本人たちの強さを見せつつ乗らざるを得ないみたいなそんな感じ。強、これサムネじゃない、かわいい、いいね、この終わったっていうこの感じね。いやーさすがでしたね。あ、であとホユンジンね、この堂々とゴミを捨てるホユンジンね、足長すぎだろって話なんですけど、この去り方がめっちゃいい最高、クレイジー、はい、ということで皆さん、ルセラフィムスマート、素敵な楽曲でございます。まず曲がとっても特徴的な、ね、南国っていうか、まあ、トロピカル私はずっとトロピカルって言ってるんですけど、はい、そういう感じの印象の中でちょっとこうセクシーな振り付けだったりとかもありながら、でちょっと腰を使っていくようなね、まあ、女性的なあの振り付けっていうのかな、とってもこう素敵なルセラちゃんたちが見れるんじゃないかなっていうところと、まあ歌声的なところで言うと比較的なんか心地いい感じで歌ってるので、まあ皆さんももし歌うときは心地いい感じで歌ってもらえればいいですし、非常にこう一緒に歌って踊りたくなるっていう、そういう感じの楽曲で、なんかこういうなんだろう、重たすぎないっていうか、気持ちよく聴ける曲もあってね、まあただ芯はブレてないけどねみたいな、歌詞の内容とか見るとやっぱり芯は全然ブレてないんだけどっていう、そこのコンセプトは守りつつこういう曲が出てくるのはさすがのこのなんか幅の聞かせ方というかさすがハイブと言うしかないですよねっていう感じなんですけどね。ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。下の概要欄の方に公式のリンク貼っておきますので、もしまだの方、都市で見たい方はそちらから飛んでみていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。